桜小十郎、重綱である、皆々様方、息災でございますか。元気にしておりますか。オンライン詰め所、始まり申した。お、これは広告が、音を。失礼。よろしくお願いいたす。こんにちは。今何名ですかね。20名の方が来ておりますね。こんにちは。皆様、音量、ちょうど良いでしょうか。うるさいでしょうか。どうでしょう。さあ、まあ、いよいよ始まったのでね、こたびの、オンライン詰め所、ご出陣いただく、わしの父上である、景綱と綱元様にお越しいただきましょう。では、お二方、お願いいたします。南なよ、こんにちは。重綱殿、どうされ、緊張されとる？いやいや、不慣れじゃな、不慣れ元気にじゃしとるな。かって言っとるお主が元気かい？ああ、元気でございます。ああ、元気よく参ろう。近かったので、ちょっと抑えてああ、なるほど、なるほ喋ってみまど。した。改めて、南野、こんにちは。こんにちは。奥州仙台おもてなし集団、伊達武将隊にござる。我らは仙台宮城を拠点といたし、その仙台宮城の魅力を全国、全世界へ伝えるべく、日々、おもてなしをいたしておる。本日は、かように、オンラインにて、皆々をもてなして参ろうと存ずる。伊達武将隊、オンライン詰め所の開幕であるが、まずは我らの名乗り上げじゃ。おのおの、名乗りを上げよ。わしですか？わしですね。伊達三傑里の武将、茂庭綱元にござります。よろしゅうお願いいたしまする。白石城二代目城主、片倉小十郎、重綱である。よろしくお願いいたしまする。政宗様の守役を務め、伊達家参謀と呼ばれし、白石城初代城主、我片倉小十郎、景綱である。我ら奥州仙台おもてなし集団、伊達武将隊、オンライン詰め所開幕じゃー。いやー、南多くのお客人が集まっていただいておりますね。すでに50人、あ、もう60人になりま嬉しいの。いや、一つ忘れておりました、綱元殿。ですか？看板を置いておらんかった。確かに。看板を設置いたしますゆ早急え、しに、ばしょう待ちを。早急に。さあ、この今流れている音曲もこちらも音量大丈夫かな？はい。大丈夫であるかな？コメントお願いいたしまする。佐々木殿も見ておるか。楽しんでいってくれの。はい、大丈夫。大丈夫ですね。ありがとうございまいや、す。時に綱元殿、こたびのオンライン詰め所、この我らがこの3人での布陣、綱元殿は先ほどからこの何やら現代のこのテーブルというものもここに置いて準備をされておりました。これは何ですかな？言いたいことがあるんですよ、わしは。先ほどの名乗りもあったように、今わし茂庭綱元以外にいらっしゃるお二人、ここ2人、片倉親子。片倉小十郎、景綱殿、そして片倉小十郎、重綱殿、片倉小十郎が2人もおるの。まあ、それは、まあ、まあ、そうですよね。まあ、確かに片倉小十郎が同時に2人いるというのは、かつては、まあ、なかっまあ、起こり得ることであっ確かに最て、後ですね、襲名制でございましそう、お主に、小十郎の名を譲ったわけじゃが。故に、どっちが真の小十郎なんだと。いや、まあ、どちらも真の小真十の郎小で十はあ郎でありりまます。わしは気になって昨夜も夜しか眠れませんでした。眠それ寝れててるまよすね。な。故に こ寝たてびますは真の小十郎がどちらかを決めていただこうと、わしはとあるゲームを用意いたしました。そのゲームとはズバリ早打ちならぬ早早打ち切り対決にございまする。早切り、
早切り対決、早打ちならね、そっちではないですね。早打ちの方もこっちの方ですよ。あ、こちら。というわけで、そちらの看板をご用意お願いいたします。まあ、書いてありますな。あ、ではこれ、マスク、まず出してください。あ、これ実は昨年の、クリスマスイブ伊達武将隊年末ジャンボ感謝祭クリスマスイブにて行ったゲームがござりまして、はい、この早切り対決、このスポンジ刀を使った、勝負でござりまする。いかような勝負かと申しますと、この卓の間に的を置きまして、はい、両者2人並んでいただきます。そしてそのこの的を合図でこのなんじゃスポンジ刀で早く切った方の勝利でございます。なるほど。こたびは、三本選手でございますね。三本選手、花月な殿と四月な殿に、早切り対決をしていただいて、三本取った方が、先に取った方が真の小十郎ということになります。なるほど、はい、真小十郎になると。真小十郎ということですね。じゃあこれより我らのおもてなし演舞の折は、名乗り工場の時はわしが真小十郎であると名乗らねばなりませぬな。わしが旧小十郎、旧小十郎を見える。いや、おかしいじゃん、旧になったらわしが真でわしが子供のようになってしまう。あ、いやいや、今父上が真とおっしゃったので非小十郎、旧小十郎あらず、旧小十郎真であればな。バージョン、バージョンゼロ、バージョンゼロわかんない、わかんないから。まあ、お客人もどちらが勝つかね、ぜひぜひコメントで予想していただければと存じます。なるほど、はい、これを用意してたわけです。幸いでございます。まあ、昨年我ら伊達武将隊が行っとる毎年年末の催しであるが、伊達武将隊年末ジャンボ感謝祭クリスマスイブにて行い申したものだな。ああ俺その時は四月なわし対戦しておらんよな。いや、第1回戦で戦っております。ただその時はわし負けたんだよな。その時は、こう同じタイミングで父上とやったのですが、その言葉が、確か始めではなく始まりの呼吸か何かで一緒に反応してしまって、どっちもお手つきだったんですけど、父上の叩いた方向にこう落ちたということで四月の勝ちになったと。なるほど。詳しい、細かい規則を説明をいたすと、要はこの新聞紙を丸めて作った的、これをめがけて切るんじゃが、うん、要は花月な殿が切ることができたならば、これはこっち側、皆から見て画面の奥、四月な殿が切ることができればこう切っておるがゆえに画面の手前側に飛ぶという仕組み、はい、そして最もミソなのが合図。これを例えば用意始めで切るんじゃが、先ほど言ったように用意始まりの呼吸であったり、用意ハクションとか、用意スタートであったりとか、そういったものでは切ってはならない。なるほど。切ってしまった場合はそれはお手つき、その時点で負けでございますね。さあ、というわけで、まあ三本選手ですね、はい、早速行ってまいりましょう。避けまするか、それも良いですか。はい、はじめの言葉です。はじめですね。なるほど。もう少しこちらですか。さあ、というわけでお二方、支度はよろしいでしょうか。さあ、どっちが勝つかの予想はまだあんまり出てないですね。これ、相手は切ってなりませんよ。的でござりますゆえ。さあ、というわけで、ぜひぜひ皆様、予想してくだされ。よし、月だよ。あ、お主、手加減はせぬぞ。存分にかかってまいれ、お主もな。わしも、あの時が不本意な勝利でございましたから、今回のこの対決で必ずや父上に勝って、父上を超えてみせましょう。なるほど、よし、わしを超えてみよう。あ、それではお二人とも構えてくだされ。よい、初めて取り切りますからね。はい、それでは参りましょう。よい、ハクション。よい、始め。お、これはお客人からはちょっと見にくいところに落ちてしまったんじゃが、ちょうど間、
まあ茂綱殿の側に倒れて終わったんだけども、これはこっちに行くかこっちに行くかで決まっておるので、今あやになったので今のは引き分けで、引き分け、相打ちか、相打ちでした、相打ちでございますね、まさかの相打ち。まあでも1回戦の時も相打ちでした、まあそうだったなお手つきであることましたけど、まあ、まず最初はな、まあ我らもこの早切りは久方ぶりだから、はい、まあそのままこれは今も手慣らしだな、はい、ああちょっと慣らしていこうというものじゃ、さようでございますね、うん、お、重実殿からもコメントが来てございますね、ハゲツナ頑張れ、重実まあハゲめ、励めさあというわけで、ま、励めでございますか、まあ、1回戦仕切り直しということで今一度参りましょう、はい、さあそれではご用意もよろしいんですか、ハゲツナ殿の構えそれで良いですか、はい、確かにこれだともう重実が割れ飛んでしまうさあ、それでは参りましょう、いざ用意始め、よし、これはわしの勝ちじゃ、この度は画面の奥に飛んだので影綱殿一勝でございまする、影綱殿に丸、まあ、ですね、今の一投目力で負けたような感じがいたしました、今のは力じゃな、お互い当たっとったんですけども、すごくあの持っとったこのここにだいぶ力が伝わってまいったので、今のは力負けいたしました、そう、これあの新聞のね的の当てどころもまた重要になってまいりますので、このね芯のところに当てるとやはり勢いが伝わりますのでね、よし、さあ狙いどころもしっかりと、3本選手ですかね、3本選手、3本、まず影綱殿が、一歩前へ進んだということでございますね、というわけで第2回戦参りましょう、それでは参ります、用意、影綱殿のまあ、コメントの方がちょっと多い気がいたしますね、よし応援してくれ、あ、しげつな様負けないでというのもござります、あ、綺麗に始めるぞ、油断したな、しげつなよ、綱本殿の策に、綱本殿の策にまんまとハマってしまったな、さあ、今一度画面奥に飛んだので影綱殿の勝負でございます、いやー油断していたつもりはなかったんですけどね、今のはすごかった、今のは早かったですね、あすごい読まれてましたね今のはいやこれはすごい、これはすごいですね、どうしたしげつな、歯ごたえがないぞまともにやらんか俺せっかくならちょっと場所をお互い変えてみますか、変えてみようか、変えてですか、では、そうじゃな、紙下を変えよう、さあもてあそばれてますねああのしげざれのからかげつな頑張れ、しげつなめっちゃ頑張れと来てございますね、おーしげざれ殿めっちゃ頑張ります、さあ他の方からもしげつな様頑張れたのコメントを多く寄せられております、さあというわけで第3回戦、これでかげつな殿が取ればもうかげつな殿が勝利でございます、よし、しげつな殿がこれを取り返すにはあと2本ポンポンポンと取らなければいけないと、連勝戦でも並んで、連勝しないといけない、すでに窮地に追い込まれた片倉小十郎、しげつな殿、あ、さあ、いかが結果になるのか、よいか、空気は読まんぞわしはな、もう最初から3本まず取りに行くと心に決めておるから、次で決めるぞ、素晴らしいですね、うん、それでは、第3戦、これで決着がつくやもしれません、参りましょう、それでは、参ります、用意、佐々木ひとみ殿、大人げないところが素敵です空気は読まない、真剣勝負じゃからな、男らしい、容赦がない、昨年のクリスマスイブの際は確か長谷倉常長と久野市の旗が決勝戦に、残って、それで長谷倉が確か勝ったんだったかな、あれで自分で景品に出していた宝くじを、そうじゃ、自分で獲得いたしたと
まあ手元に戻ってきただけなんだけどな。長いですな長いですな、ザード殿。今のは申し訳ございません。去年の思い出もありました。で、まあ、まだ始まってなかったの仕切り直しで参りましょう。それでは参りましょう。用意、始まりの呼吸。あさあ、お客人、今聞いておったね。さよう、今はわしは初めではなく、始まりの呼吸、人気漫画鬼滅の刃に出てくる、再生速かな。さあ、あ、来た来た、あ、見えとる、映っとるか。止まってしもうた。あ、大丈夫そうですね。また見れるようになってござります。いやーな、いや、しかし、あ、まあ、しげつなはな、真っ先にお手つきをしたが、わしも実は少し触れておったんだよ。確かに、わしも始まりの呼吸につられてしもうて、しげつなの刀と当たったような気がしてな。少し当たってて、まあ、振り抜いてしまったのがしげつなだろうということでございましたね。私も、鞘って途中で止めたかな。わしもお手つきしてる話だったんじゃない。なるほど。少しわしはな、こう勝ちとは言えぬなと、これでは。ということは、もう一度、今一度、もう一度やろうぞ、しげつなよ。あ、うん、今一度、わしもこれではな、勝った気になれるんじゃない。もう一度やろうぞ。うわ、さあ、というわけで、まあ、しげつな殿が今お手つきをいたしたんですが、まあ、かげつな殿も、まあ、お手つき一歩手前だったというところで、うん、これでは完全勝利ではないということで、今一度第3回戦を行うこととなりました。あら、お手つき親子ってことですね。お手つき親子お手つき親子だ。さあ、というわけで、先ほど一旦配信がちょっとぐるぐるになって止まっておったんだけども、また再開いたしたので、また改めて第3回戦を行いたいと思います。はい、さあ、今一度頑張って、しげつな様ファイト、メンタルで負けないで、復帰でござります。はい、というわけで、うん、第3回戦、これで影綱殿が勝てば影綱殿の勝利、しげつな殿はこの後追い上げなるか。それでは参りましょう。よーい、始め。およしさあ、今のはしげつな殿が早かったですねいや、これは完全に最初はいきなり始めは来ないじゃん油断でございますね。ためないよ。よ、予想いたしたが、抜かったな、これはいや、今のは素晴らしかったですね。早かったな。いやなんか、ここ頑張りました。勝つ感じいたしますね。今まで勝ってる方、そちらの方は何か有利な力が働くのかもしれない、ね、あ、なるほど、パワースポットというやつですか。いやー、すごいですね。本陣にパワースポットがあるのかまあ、次で決めるぞ。はい、まあ、これでやはりまだ有利なのは影綱。そうですね、まだ自由ですから。1つ多く取ってるからな。まだ崖っぷちの重綱殿でございますね、はい。さあ、まあ、この予想は大体でも半分半ぐらいですかね。あ、よし、それでは第4戦まいりましょう。それではまいります。よーい、ハクビシン。よーい、始まりの呼吸始め。あいや、すごい飛ばしましたね。わしの勝ちじゃ
今あまりにも早く溶け口に見えてなかったと思うが一瞬でもう画面の向こうまで飛んでおったよ。ヒューとな5、6メーターは飛び回したわしの勝ちじゃ。いやー良き勝負でござりましたね。さあというわけで、こたびの早切り対決3本選手でござります。先に3本取ったのが父片倉小十郎影綱殿でござりました。まあこれはあの当然の結果じゃ父が子に負けるわけがない。しかしの茂綱よ、お主に1本取られたのはなまさかとは思うたがな、またいつでもお主の挑戦を待っておるぞ。ありがとうございました。というわけでこたびの早切り対決で真の小十郎が決まりました。真の小十郎は父片倉小十郎影綱殿でございます。わしが真の小十郎じゃ。以上伊達部将対早打ちならぬ早切り対決でござりました。いやおめでとうございます。いやしかし良き勝負はできたな。いや面白かったですね。悔しいじゃろ。めちゃめちゃ悔しい。どうじゃろう。これは悔しいんじゃな。いやー見てて楽しいですねこれは。いや面白かった。いやこれはあの直人殿が考案されたものですよな。さようですね。あの小野川屋敷でも楽しめるものですな。屋敷で簡単にできますね。あの新聞なんかがあればそれ丸めて、そうですな、的にも刀にもできますので、はい、このわしらが持ってるものを新聞紙に変えて新聞紙でも楽しめるという、はい、ぜひみんな小野川屋敷でも楽しんでみるというぞ。はい。いや直人殿ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあチートこの陣形を整えましょうかの。かしこまりました。さあ、抜いて、こいつとそう、よこらこし、はい、この辺りよりですか、ね、この辺り、はい、はい、あお、もう少しこれ前に向き、あとは、はい、椅子を開いてますか。はい、いやー、みんなの予想はいかがであった、当たったかな。いやー、白熱しちゃったな。よしチートだけこの画面を下に向けてみますか。ああ、早いですね、うん、動きませんか。はい、いいです。さあ、白熱した戦いがござったがの、続いてもわしがぜひにやりたいと思うておったものがあってな、それをこれよりは綱本殿熾烈なわし影綱でやってまいろうと存ずる。お、何でしょうか。こたびなわしがやりたいと思うところはこれじゃ。みなで答えを揃えよう、一心伝心の時。おこれはもしや父上あれですか、初めてオンライン詰め所をした時に重実様と父上とわしでやったあれでございますか、うん、いかにも見ておりました。綱本殿も見ておりましたか、はいはい、まあこれは維新伝心ゲームとも呼ばれますし、あとはあれですね、意思疎通ゲームとも呼ばれておりますな。ほうほうほう、お題がござって、例えば今何が食べたいか、それに対して答えを合わせると、みんなで例えば今何を食べたいかというお題に対してみんながカレーと、はあはあはあ、3人揃えば成功。なるほど。じゃああれですね、自分の思いだけではなく相手がいかように思っているかも予想して答えなければならない。その通りですぞ。相手の心を深く読む一心伝心が必要であるということですな。自信はございまするか。まあまあまあ、人の気持ちを見るのがやはり、まあ、モノローフ、まあ、今のおもてなしの、まあ、重要な部分でございますゆえ、自信しかないですな。なるほど。いやなんか綱本殿が言うと本当にこう超能力使えそうに見えますな。やっぱり目元もあるのか、その今口元に覆ってるものがなんかこう超能力を使えそうな雰囲気がします。占い師みたいな水晶とか使ってそう。水晶とか。いや、じゃあ早速
参りましょうぞ。はい、はい、これは座っとった方がいいかな。あ、立っててもいいか。こちら側来ますか。座ってようか。はい、よし。はい、では早速第1問参りましょうぞ。お第1問目はこちら。見えるか。はい、仙台城以外でお客人をおもてなしをするならばどこで出すかというものじゃの。なるほど。1番仙台駅構内、はい、2番仙台海の森水族館、3番秋保温泉じゃ。なるほどなるほど。なるほど。まあいずれも仙台市内にござってのお客人が多く集まる場所でもあるの。そうですね、うん、観光地、そして、まあ、水族館じゃな。仙台駅もそうじゃ。いやこれはなかなか面白い選択肢でございますね。ぜひ見とる皆もわしらの答えるものと合わせて予想してな、書いてもらいたいが、さあどうじゃろうか。ああ、なるほど。迷いますね。あ、結構答えた。あ、意外とコメントは良いですかね。駅が多いような気がいたしますね。おお、なるほど。まあ、駅、水族館が、まあ、多いかなという印象でございます。なるほど。じゃあせーので参りましょうか。俺らも。わかりました。これはもう名前を言えばいいですか。名前は言えばいいです。あの1番何々ではなく、もう名前を言ってください。あれ、はい、わしはもう多分同じだろうなっていうのが。では行きまする。仙台城以外でお客人をおもてなしするならはどこ。行きますぞ。お、せーの、仙台駅構内。おお、仙台駅構内。仙台駅構内。はい、まあ、仙台駅と言います。仙台駅構内。おお、思いました。こんなに前回あんなに触らなかったのに。前回は重真殿とわしら片倉親子で行ったが、全く触らなかった。3人揃って別の回答でしたからね。1問目から正解、正解。すごいすごい。やった。一心伝心。おお、これ何故仙台駅選ばれました。まあ、やはり仙台駅構内はこう、まあ、仙台の入り口でもはい、はい、いうところで、さまざまなお客人にここが良いです、宮城県内こういうところがございますという、はい、たくさんのおもてなしができるかなと思っておったんですが。なるほど。確かに、うん、たくさんのお土産屋さんもございますし、うん、実際にあれら、昨年までですか、駅の中の観光情報センターというところで実際におもてなしを行っていたこともございますしね。そうですな。そうです。それもあって仙台駅構内という答えに出したのが、まあ、もちろんね、2番の海の森水族館も良いですし、秋保温泉も温泉地としてお客人が、ね、訪れるところですが。おー、いや、これ幸先良いですね。何も打ち合わせしておらんが、事前にその分岐を開いておらんが、揃い申した。いや、見事。嬉しいですね、なんか揃うと気持ち良いな。で、ちなみにその先ほど綱本殿が申された観光情報センターという仙台駅の2階にござって、そこには今これですね。あ、持ってるか。はい、うん、これは何ですか。これみんな分かるかな。こうか。そう、こう、どうだ、こうか。今この日の本、いや全世界で流行しておる呪術廻戦の主人公虎杖悠仁殿のパネルが観光情報センターに置いてあるんじゃ今。はい、これはあの仙台市を舞台にしてる漫画アニメであるな。今実際主人公は今の話だと東京お江戸にいてるみたいだけども、あれですか、生まれは仙台、出身地が確か仙台なんですよね。で、その仙台も話の中に出てくるというところで、この仙台市内アニメや漫画の聖地としてさらに魅力を広めてまいろうという今動きがござってな、はい、それで今観光情報センターにこの虎杖悠仁殿のパネルが置いてあるんだよ。へえ。しげつな、お主何か術式使えるか。術式ですか。無料クーポン、あ
それを言うなら無料空所でございます。ちょっともう一回さあ、もう一回やってみよう。もう一回はじゃあ、あの領域展開から。あ、そう、領域展開。わししが、わししげてたじゃあみんなで、みんなでやる、みんなで。なんて言ったんですか、なんて言ったんですか。まあまあいいです、スタムとドロは一緒についてきてください。いきますと、はい、せーの、領域展開無料空想。あ、なんか入り違う。こうではなかったですか。こうじゃった。あのね、わし指短いんでそこまでいかないんですよ。わしも指短いからいかんが。いや、あー、つるい。つなうとどうぞ。無料クーポンというの術は何ですか。無料クーポンは、うん、あの無料で一回食べれますよって。ありがとうございました。 ありがとうございました。いやでもあったら嬉しいですね。いや広げなくていいから。あー、こがつい。無料クーポンという術がつなうとどのお気に入りだそう。じゃあ、あったらいいなって、ね、あったらいいな。いやでも見事1問目正解でした。はい、おお。あ、そう、五条悟先生という、キャラクター登場人物おるんだけど、それは、菊福という大福、菊水庵の大福がな、それも話の中に出てきておって、はい、お土産で五条先生がこう買って帰るんだけど、はい、それと関わりが深いゆえに、菊水庵のお店の前にパネルが置いてある。そうですね。そう、あるんじゃな。はい、では続いてあと2つございます。おい、あと2つ、あと2つ、はい、いけますね、これは。参りましょうぞ。はい、続いてはこちら、寒い日に食べたいものは。というのは、1番、仙台せり鍋、はい、2番、仙台麻婆焼きそば、はい、3番、牛タンシチュー。あー、どれも捨てがたいですね。いやー、これは結構の難しいですね。どれがいいかな。どうか。せり鍋も、牛タンシチューも。そう、仙台せり鍋な、まあ、はい、今が旬であるが、そして仙台麻婆焼きそばは、これは仙台発祥と言われておって、ね、最初はまかない食だったんだな、中華料理店の。焼きそば、片焼きそばの上に麻婆のあんが乗っていて、それをしっかり絡めて食すという、ね、これ、辛みなどが加わるという美味しい。で、まあ、牛タンシチューはもう牛タンの専門店で販売されてる。せり鍋が多いような気がします。せり鍋多い。なるほど。おや、何か、やぶみや、電子組が届いている。しげざね様からお電話でございます。しげざね殿から、はい、あ、じゃあその、はい、そこに近づけて声を。おい、しげざね殿、いかがされましたかな。ただ今、しげざね殿から入電が入りました。これ、画面を客人に見せても良いですか。良いぞ。はい、ではいかがも何もあるか。あ、なるほど。ああ、かげつなよ。ああ、かげつな。ああ、お主、真の小十郎、おめでとう。ああ、真の小十郎、ああ、ありがとうございまする。うん、見事でござった。ああ、今お宗様とともに仙台城おもてなしに出陣中である。ああ、うん、今な、お客人が今日はたくさん集ってくれておってな。あ、仙台城に。おお、嬉しいですな。今日、盛況でござるぞ。あ、今日は比較的穏やかな天気で、気温も少し上がっておりますな。さよう、上がっておる。うん。まあ、先日までの雪、そして雨の影響によってな、少しぬかるんどるとこもたくさんござるが。はあ。うん、あ、政宗様がお越しじゃ。政宗様。ああ、政宗様。全然見えん。わしもおもてなしをするなら、仙台駅高台が良い。ああ、仙台駅。一緒でございました。一心伝心。離れておっても。阿久温泉に入りながらでもいいな。いや、なかなか温泉に浸かりながらはいかがでございましょうか。いかがでございますか、仙台城の様子は。もう、少し今雨が。ああ、さようですか。さようでございますか。これも仙台城に登場する客人はみんな元気じゃ。ああ、いや、何よりでございます。政宗様、襟巻き似合っております。そうだろう。あ、手袋まで、手袋も全て自分で
こ編み物されたんですよ。インスタグラムで昨日完成をあお伝えして、昨日今日は暖かくてな、観光するにも良い気温じゃ。ああそうですな。いやありがとうございます。もうお客人からのこの文も多く届いております。まあ、政宗様お似合いですとコメントが来ております。うん、大義じゃ、皆も作るがよい。ああそうですな、ぜひこれを見ての皆々も作ってくだされ。よし、茂さんも入店ありがとうございます。政宗様も駆けつけていただきありがとうございます。よしない。はっ、この後も我らこちらで配信最後までしっかりと行いまする。無理か、以心伝心噛み合わなかった時は何ですかそれは。何ですか、この圧が。何でしょうかそれは。怖いですな。怖いぞ、後が怖いぞ。はあ、頼むぞ。はあ、任せてくだされ。以上、現場から中継でした。これ中継だったんですな。ありがとうございました。ありがとうございました。いやあ、突然の。いやー、驚きました ね。現場からの中継が突然入ってくるという。いやいやいや。いやでも、仙台城も気温が高くなっておって。盛況だそうですね。うん、ねえ。いや嬉しいですな。政宗様の襟巻きと手袋、はい、編み終わったものも、いやー、早速、綺麗でしたね。うん。本日より着用されておもてなしをされておると。いやーこれね、噛み合わなかった時は、噛み合わなかった時はこのこれは何を表しているのか、何されておるんですかね、あれは。怖い怖い。さあ、というわけで戻りましょうか。この3つの中からですね、せり鍋、麻婆焼きそば、牛タンシチュー、この3つの中から冬場、寒い時に食べたいものを選ぶというものでござりましたね。はい、決まりましたか。はい、わしは決まりました。わしは決まりました。うん、まあ、はい、よし、行きましょうか。では、参りましょうぞ。はい。以心伝心の時、寒い日に食べたいものは、いきますぞ。はっ。せーの、せーの、せーの、せーの。え？あれ？もう一回行きます。もう一回行きましょうか。もう一回、まあ、もう多分合ってたような気がですが、もう一度行きましょうか。もう一度合ってた気はしますけど、なんかちょっと、まあ、語尾がそのままだったので、まあ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 、行きましょうか。もう一度行きましょう。行きますぞ。はい、せーの、仙台麻婆焼きそば。茂綱殿はちなみになんと仙台せり鍋でございました。茂綱はせり鍋。はい、わしは仙台麻婆焼きそば。さあどうだろう。わしは牛タンシチュー。三者三様、全く誰も一人も被っていないという。いやしげつな仙台麻婆焼きそば、はい、さあどうだろう。牛タンシチュー、これはバラ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 でしたね。先ほど現場からの中継で政宗様から以心伝心できなかった折はうーんとやられた、その直後の怖い直後に政宗様、申し訳ございません。申し訳ございません。まあ牛タンは、まあ、仙台のはせり鍋もございますし、うん、麻婆焼きそば、はい、まあ、これは結構有名だとは思うんですよ、うん、はい、ここ数年で。まあそうですね、はい、ただやはり仙台といえば牛タン焼きが多いとは思うんですよ。うん、ただそこのいわゆるサイドメニューの中にこういった牛タンシチューがござると、ゴロッとした牛タンを柔らかくなるまで煮込んで、それをご飯にねちょっとつけて食べたりとか、これがまた美味しいんですよ。でこれはあのあれですね、ビーフシチューのようなものになっておりますので、米だけではなくパン、こういったものにも実は合うと。ゆえに小谷はあえて、まあ、ちょっと木をてらった牛タンシチューをちょっとおすすめいたそうかなと、それで選んだ次第でございます。いやー難しいですね。まあ、セリ鍋は今は旬ですからね。今は旬ですな。そんなね、こうまあわし食べ物のやつもいくつか持ってきてます。セリ鍋、今話が出ました。セリ鍋を紹介しましょうか。はいはい、仙台セリ鍋、これよろしいですか。はい、
美味しそうだな。うん、春の七草の一つのセリじゃな。まあセリは非常に香りが強くて、歯ごたえがしっかりしておるものなんだけども、この仙台のセリ鍋は葉の先から根っこまで全て使って調理する 食酢というものが特徴的なんじゃ。根っこの部分の砂利などは細い歯ブラシ、そういったものでしっかりと入念に砂を落として、あとは鴨肉、鴨だしで食べると、さまざまな季節の野菜も添えて食べるというものなんじゃな。今まさに旬。ただ5月上旬あたりまで食べられるお店もあるということなんじゃ。現在仙台市内ではさまざまなアレンジも加わって、このセリ鍋のレパートリーも広がっているというさなかなんですな。これ自宅でも楽しめるように、自宅お取り寄せ鍋セットございますね、うん、にセリ鍋、仙台セリ鍋が入っておったりとか、いうものございますゆえ、文明の利器、ね、現世の便利なものを活用いたして自宅にセリ鍋を取り寄せて、心も体も温まってもらいたいものですな。はい、うん、あとあれですね、仙台の、セリ鍋は鴨だしの美味しいお肉を使ったりしておりますが、うん、実はあの石巻の方のセリ鍋がございましてですね、我が、長谷倉常長が炭鉱の、告知のポスターなんかにも起用されて、うん、石巻のセリ鍋、あちらはですね、実は辛味噌を使った、そして海鮮、ホタテでござったり魚であったり、うん、エビなんかが入っている、これもまたちょっとピリッとしてて、これまた冬の寒い時期に食べるのが良いですね。いいです、ぜひ仙台と石巻の方のこちらのセリ鍋、ぜひ食べ比べしていただきたいと思います、ね、いやー、ありがたいですな。あ、以前バスツアーで食べておいてよかったっ、ね、以前のバスツアーでも美味しいましたな。バスツアーで食べたことがあったんですね、セリ鍋。美味しかった、うまそう。美味しそうですね。汁まで全部飲んでしまう。いいですな。腹が減りますな。腹減りますな。もう先ほどから腹の虫がもう鳴いてて、もう大変なんじゃ。ずっとね、鳴ってました。聞こえておりましたか。聞こえておりました。そうでしたか。次最後ですから。はい。最後は。最後は。ね。最後こそはですね。まあ誰が言ったか、終わり良ければ全て良しと。そういうことじゃ。最後の問答いきましょうぞ。最後の、以心伝心の時、こちら。おいしいいちご。どうやって食べるか。1、いちごパフェ。わ、2、そのまま食べる。はい、3、いちごタルト。あー、良いですね。いやー、迷いますな。さあ、どうされまするか。いちごパフェか。お主、甘味好きやからな。あー、そうですね。もう全部食べたいですね。全部食べたいじゃろう。まあ、これ、まあ、自分がそう、自分もそうですか。誰が何選ぶかも。考えないといけない。考えないといけないですよね。例えば、しげつなだったらこれを選ぶか。ただ怖いのがやっぱり、こっちはこう思うかな、こっちはこう思うかなって言って、相手のを選んだときに、あ、すれ違ったって。そういうことを踏まえた上で、だったら、安定のこれなのかなっていうようなものを選ぶということになりますな。いや、これ迷いまするな。難しいですね。さあ、どうか。あ、まあ、今これ見ておるお客さん皆々は、まあ、パフェとか、うん、まあ、他にもとか、うん、まあ、他にも、ね、使ったものがたくさんあるから、ケーキとかな、はい、うん、いちごケーキとか、うん、この間それこそ父上からいただいた村上屋餅店のいちごミルクまんじゅうも、あれはいちご入っておりましたので、片倉親子配信にて、はい、しげつなに甘味を渡したんじゃかな、はい、食べてもらったんじゃが、それは村上屋餅店という仙台市内の老舗の餅屋のいちごミルクといういちご大福だったな、はい、今いちごが旬じゃからわし用意したんだけども、良いですか。決まりました。シリーズが決まったか。はい、もう空気の読める武将、桃庭綱本がバシッと、なかなかね、自ら空気が読める武将とは言わない気がしますかな。空気読めるものは、はい、まあ行きましょうか。はい、では参りましょうぞ。以心伝心の時、おいしいいちごどうやって食べる。いきますぞ。はっ、せーの、そのまま食べる。よーし。そのまま、そのまま、そのまま、そのままでございました。当たった。いやー、よかった。いやー、最初タルトで迷ったんじゃよ。タルト、あ、最後ですか。タルトは来るんではないかと。ああ、ただ
やはりこういろいろ考えていくと難しくなってから結局そのままが良いのではないかと。いや本当は私パフェが良いんですよ。あ、パフェ。パフェが良いんですが、しげつな殿はおそらく神武将なので、まあ、はい、パフェかタルトかなと。ただ、かげつな殿は神そこまで食さないじゃないですか。まあそうですね。故に、ここはおそらくそのままを選ぶ。で、おそらくしげつな殿は、まあ、ご自身の父親のことなのでよく知っておるなと。で、まあ、真の小十郎に合わせてくるかなと思った故に、そのまま食べるという予想をいたしました。さすが、読んでますな。わしげつなも同じような考えだったか。わしは、まあ、この選択肢ございますけれども、この中だったら、でもそのままかなと思ってました。いちごの味を、おいしいいちごでございますから、やはりそのままのいちご本来の味を楽しみたいなと。なるほど、それ以外でこう加工したとか、そういったものも、まあ、断然美味しいんですけれども、やはりいちご本来の、酸味というか甘酸っぱさであったりとか、みずみずしさであったりとか香りを楽しみたいなと思って、でお二方もおそらく、うん、そのまま食べるのが、やはりその先ほど父上が申したように、いやこう分かんなくなってしまうから、もうこれ何と言いますか、定番でございましたか。まあなんか安定の安定のこれをっていう、まあ、もちろんパフェもうまいしタルトもうまいけど、はい、私もシリーズだと同じように、やはりこのいちごをそのまま食べて、甘さとその酸味と楽しみたいなと、思うてこれを選択したの。いやよかったよかったな。ありました。まあ、いちごは美味しいございますね。もうそう、いちごは今時期旬ですからな。いいですね。うん、粒が大きいのか。我ら伊達武将隊もいちご狩りツアーなど以前は行っておって、 うん、その中で訪れた渡里町、山本町が宮城県内のいちごの産地になっているんじゃな。非常に大きな粒で、色もしっかりと赤みがかかっておるいちご。今いちご農園などでこう、なんじゃ、いちごのいちご狩り、いちご狩り、そう、いちご狩り、いちご狩りが出てこなかった。あれ、なんと言ったかな、いちごのいちごビュッフェっておかしいなと思って、まあ、そう、いちご狩りが出てこなかった。いちご狩りを行っておるみたいですな、はい、今はコロナ禍ゆえに事前にこうなんか入場券などを、まあ、申し込んで時間を指定していくような形にはなっとるみたいだけども、まあ、いちご狩りを楽しめると。もうさらにはいちごを使った飲み物、スパークリングワイン、ワインもございますね、はい、そういったさまざまなものも山本町、渡里町を中心に作られております。これそのいちご農園ごとにホームページなどで販売もされておるゆえに、ぜひ皆々宮城県のおいしいいちご、いちごを使った加工の商品取り寄せて自宅で味わってもらいたいの。はい、いいな、いちごな、おいしそうだな。確か綱本様と、はたとオンライン詰め所をした俺に重谷様から、あ、さようじゃん、いちごの渡りに、はい、出かけておられた重谷殿からお土産で、はい、いちごをありましたいただきまして、あれも美味しゅうございましたね。あれが美味しかったというのもちょっと理由の一つ、ね、あ、なるほど、今思えば、あの食べ方言っておりましたね、そのまま食べる時の、はい、あのどうやって食べるんですか。いちごございます、はい、いちご、はい、あのいちご、美味しい食べ方、はい、うん、あのいちごはこの先端の部分が、まあ、一番甘くなっておるので、食べるときはこの何ですか、ヘタの部分ですか、ああ、ここから食べていくと。おお、ヘタから部分、ヘタの部分、ここの方がやはりちょっと酸味がございますので、ここからどんどん食べていくと後に甘い方が残るという、あ、なるほど、より甘さを感じられるということですか。さようでございます。ただやっぱこのここからね、食べてしまいがちではございますが、ちょっと甘いのをやっぱり最後に取っておきたいという方はこっちのね、上の方からヘタの方から食べていただければ、最後に甘いのが残ってございます。うん、うん、いやー、なるほど、ヘタの方からなんですな。いやー、磨きいちご、そう、磨きいちごはな、そのブランドを落としてございますな。ワイン、ワイン美味しゅうございますね。うん、いや、まあこれで3つ、はい、わしが問いを用意して、まあ、全て見事正解したと。そうですね、見事
すべて正解いたしました。あ、まあ最後はビシッとビシッとビシッと決まりましたね。そのまま食べると決まりました。いや見事にござった。以心伝心の時、政宗様以心伝心しかとできました。はい、仙台城にいる者告げ口はならんぞ。はい、いや皆からは多くあコメントを来ておりゆえ、はい、まあ、そちらも少し読みながら参ろうか。ありがとうございました。面白かったです。うん、いやいいですな。食べ物の話をするとコメントを、あ確かにさようですね、うん、みんなも腹が減ってるんですかね。いやちょうどな時刻はな今1時を回って、まあ昼食取り終わった後だからな。そうですね。うん、いやいちごが良いですね。いちご食べたいですね。ああ今の時期いちご、まああとせり鍋もありますし、はいですね、あと今の時期だと何ありますかな。お冬時期食べたいもの、いや麻婆焼きそばもあげたんです。麻婆焼きそばも食べたいですしな。そうですね、あの芭蕉殿が作ってくれたあの麻婆焼きそば美味しかったですね。ああ、昨年の、10周年を、迎えた山形愛の武将隊と、はい、お市場おもてなし甲冑隊と、3隊で合同でやった芋煮合戦の時に、うん、まあ、芭蕉殿が、作ってくれたあの麻婆焼きそば、あれ美味しかったですね。美味しゅうございましたね。かったな、唐辛子がまんま入ってるっていうのございましたね。まあ松尾殿な、そういうちょっとした何だろう、こう楽しさを加えてくるというか、はい、うん、こうちょっとハプニングを期待してなのか、こんな大きな唐辛子入れてくるからな。そうですね、うん、辛すぎて辛すぎて、ね、あれ大変だったな。いい思い出じゃなかったな。うん、麻婆焼きそばまだ食べたことないので食べてみたいです。お、さよう。ぜひ仙台市内に麻婆焼きそば認定店というものがあってな、その麻婆焼きそばのお、まあ、組合、まあ、協会なのかな、協会と申したらいいのかな、それがこう認定したお店があっての、それを仙台市内各所にこういろいろあって、そこで食べてもらうとお店ごとに味も少し異なったり具材も異なったりという面白さがあるのかな。いわゆる町中華の店に、うん、町中華あるような感じですかね。そうですな、うん、結構種類がございますね。あのあんもちょっとトロッとしてたり、あの水っぽかったり、うん、ちょっとトロトロっとしてたり、サラサラっとしてたり、あと麺を焼いたもの、はい、普通の焼きそばではなくて、はい、麺を炒めたものであったりとか、うん、そういったの種類がたくさんございますね。そう、食べてほしいですな。あ、まあ、この状況落ち着いた後仙台へ来て麻婆焼きそば、はい、味わってほしいし、サウンドとの、はい、その牛タンシチューもあるし、さようですね、うん、セリ鍋がある季節だったらぜひセリ鍋も味わってもらいたいというところかな。他には、仙台に行けるようになった時の楽しみができましたと、うん、なるほど。もしくは家庭ごとでその、まあ、麻婆を作って、うん、焼きそばを確かに一緒にすれば、まあ、本場の味ではないかもしれませんけれども、ちょっとこの家庭ごとの、はい、ちょっと多めに作ってもらって、まあ、次の日に麻婆焼きそばにして食べてもらう良いですね、はい、調理方法は今なやはりネットという、あわしらもこのようにな活用いたしておるけども使えるからな、本当にそのレシピ調理方法たくさん載っておるので見てほしい。調べようと思えばね、いやもういくらでも、うん、もしかしたらいずれ綱本殿が綱本殿考案、仙台麻婆焼きそば牛タン添えみたいな牛タン入り仙台麻婆焼きそば B 級グルメではなくなってまいりましたね。なんかこうタンを煮込んで柔らかくしたものを麻婆のあんに混ぜてるとか、美味しいアレンジみたいなものはこう綱本殿がこうやりますってなるかもしれませんな。確かになんかかもかもですからね。そうですね。ね、長寿定食って書いてあるから長寿定食として牛タン麻婆焼きそば使うっていうのはありますな。米粉を湯で溶いたものしか出さん、うん、佐々木ひとみ殿は麻婆焼きそば食べてみたいですと。お、ちなみに今日のお昼は秋湯の最地のおはぎでした。おー、ないですね、秋温泉な、食べてみたいですね、秋温泉最地というスーパーのおはぎ、はい、非常に名物じゃな、うまそうじゃな、大きいですからね、うん、本当に
あの男性の握り拳分ぐらいございますからね。このぐらいのおはぎ、名物おはぎ、はい、うん、伊達スペの御膳も楽しみですね。お、伊達スペしたかに、そうそうそう、どんどんと近づいてきてますからね。今なんかこうさまざま視野いたして軍議を開いて考えてる中なんじゃな。鍛錬も始まってますしね。まあ頑張りましょう。頑張りましょう。ちょっとこれ以上あまり言えない。確かにあまりね、ネタバレになってしまいます、ね。まあ各々の本当に時間ある時ね、その動きの確認であったり、ね、そういったものもな、もうつい先ほどまで先ほどまでやってました、ね、やってましたからな。楽しみに待っていてくださいね。はい、まあ全部食べたい、そういうバスツアーがいいな、そういうツアーも、はい、ね、全部食べ歩きですね、必ずや再開いたしますから待っていてくだされ。そういったところで間もなく、1時間半時が過ぎるところで、おでは、こたびのオンライン配信終わりの前に、おスクリーンショットタイムと参ろうかの、かしこまりました。一度このではこれを外しましょうか、はい、ではこっち側へ、はい、行きます、はいはい、はい、よし、ライブで、あ、スクリーンショットタイムのことかな。スクリーンショットタイムは、まあ、この状態、わしら静止いたすゆえに、その状態をスマートフォンであったり、まあ、タブレット、パソコンなどのスクリーンショット、プリントスクリーンなどを使用して、わしらの姿を残してほしい、記録にの。じゃあ、参ろうか。お、いきますぞ。いいかな、これ。あ、また接続が、なんかわしらのこの端末が今再接続していますという画面が、ちょっと待ってな、みんな、あ、来たか、大丈夫ですかね。あ、動いておるようですね。動いてはいる。わしらの画面がなんかな、こうくる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 と、配信のは問題ない。あ、では今見えているようなんですが、え、今みんな見えとるかい。ちょっとコメントができるものはコメントしてくれ。見えてる見えてる、うん、あ、はいはい、うん、はい、はい、ではよし、大丈夫、大丈夫じゃな、大丈夫そうじゃな。よし、からば参ろうぞ。あ、はい、いつもの掛け声、ずんだ餅で参ろう。せーの、ずんだ餅。いかがじゃ。3、2、1、しまいじゃ。では続いてもう一つの構えで参ろう。お、ではしげつな、お、掛け声を。承知いたしました、うん、それでは皆様方参ります。せーの、ずんだもち。3、2、一、しまいじゃー。ありがとうございました。後ろ、後ろ、なんじゃ後ろ、後ろ、なんでございましょうか、うん、怖いこと、怖いこと、怖いな、なんじゃ後ろとは。誰かおるか。誰もおらんぞ。誰かがおるんですか。誰もおらんから。え、怖い怖い。はい、ではスクリーンショットタイム終了の地、こちらを最後にみんなに伝えてまいる。お、伊達武将隊の公式オンラインショップが明日2月8日月曜日午後6時18時にプレオープンとはなる。初めて聞いた者もおるかもしれんな、もう情報を知っておるというお客人もおるかもしれんが、はい、我ら伊達武将隊さまざま出しておるグッズ、このオンラインショップにて購入が可能とはなる。まあ、プレオープンということじゃから、本格的に、まあ、その決済の方法がな、あ、クレジットカードの決済が揃ったりするとか、どんどんまた増えてまいりますね。増えてまいるじゃん、うん、それが3月以降という今の予定じゃな、うん、ぜひこのオンラインショップを使って
こちらから我らのグッズを手にいたしてほしいと、はいはい、これより先販売いたすグッズもこのオンラインショップ上にて、告知をいたし販売をしていく所存であるゆえによろしくお願いいたす。まあ、このオープンとなった暁にはもちろん、ツイッターであったりホームページを我らだてぶしょうたいホームページ上に URL と貼ってまいりゆえそちらを見ていただければ幸いじゃ。よろしくお願いいたす。よし、では名残惜しいが本日のだてぶしょうたいオンライン詰め所はこれにて閉幕じゃ。しげつな、最後にお主の今日一の元気を見せてくれ。今日一の元気でございますか、うん、承知いたしました。何でもよい、一発芸でも何でもよいぞ。では参ります。わしが新コジロだ。ありがとうございました。頭一が登った。ありがとうございました。足が死んじゃう、うん、南々も、コロナウイルス対策しっかりととって小野ヶ谷敷での自宅時間、ステイホームで楽しんでまいろうぞ。ありがとうございました。また来週お会いいたそう。新小十郎、わし新モニはわしが新小十郎超能力者。新ウルトラマンが間もなく超能力者の夏公開。ああ、それ知ってる。来ました、来ました。来ました。では、皆さん。終わった後でよかったです。ありがとうございました。